ボストンリードはママの手作りパイを食べ、パパと大好きな野球チームを応援しながら大事に育てられた。でも高校を卒業した彼は幼い頃とは全くの別人になっていた。冒険を求めてリードはマサチューセッツ州レキシントンを出て南米の辺境地のパイロットになった。医療記録を見るとこの時期かなりの性感染症にかかってたみたいね。何年かはまともなパイロットとして働いていたけど、エルボキータと出会って彼は変わった。数日後リードはサンタブランカのコカインをアメリカ各地に運んでいた。密輸でどんどん入ってくる金をリードは喜んで使った。仲良しになったボキータはリードの訛りからボストンというあだ名をつけた。勘違いしないでね、リードの遊び方は激しいけど仕事もきちんとこなすわ。コアニに拠点を構えてサンタブランカの飛行機での密輸を一任されてる。仮設の飛行場を使うから仲間でさえ最後まで彼がどこにいるのか把握できていない。仕事中のボストンリードの位置を特定するのは不可能よ。でもそれを見つけるの。列車墓場でカルテルが活動してるっていう情報がある。行って調べてちょうだい。古い列車の墓場か。廃校になった時企業が列車を置いていったんだ。目標に接近中。何か見つける前に見つかるなよ。近くに敵がいる。待て、この先でカルテルが何かしてる。ボーマンの言ってた通りだ。どうするボス。そのクソ野郎を見つけて情報を聞き出そう。ドローン準備完了。新たな敵を発見。3人目がいた。了解、配置につく。了解、ターゲットを確認した。5人目のターゲットがいる。ターゲット排除。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。どう見ても観光ツアーじゃないな。リードだと思うか。確かめる方法は一つ。味方はどうする。可能であれば解放するが最優先じゃない。いいな。クリア。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。よし、あいつで15人だ。了解、移動する。狙いやすい位置を探す。いい位置に移動する。ターゲットを発見した。了解、ターゲットを行けるぞ。やつはおしまいだ。敵は15人。サンタブランカの副官だ。探してる男かもしれない。確認。いいか、死なせるなよ。配置につく。狙いやすい位置に移動する。配置につく。ターゲット確認。ターゲットを捕捉。戦闘準備完了。ターゲットを排除。危なかったな。
了解だ。移動する。配置につかせてくれ。ターゲットを確認。了解。ターゲットを捕捉。タンゴダウン。了解、移動する。ターゲット確認。位置を変えた方がいい。待て、狙いやすい位置につかせてくれ。ターゲットを確認。待機する。合図をくれ。ケドモにお見舞いしてやる。弾丸に気づいた。出所を探そうとしてる。敵に見られた。ターゲットを排除。おい、冗談だろ。落ち着けよな。話し合おうじゃないか。俺たち取引できるかもしれないだろう。取引だと？そうか。リードを渡せば死なずに済むかもな。待ってくれ。居場所は本当に知らない。リードはいつも仲介人を通すから。この人たちはどこから来た？リードがよく襲う村が 5,6 カ所ある。そこじゃ誰かいなくなっても噂にすらならない。カルテルには何割渡してる？違う違う、これは俺たちだけの仕事だ。スエーニョにバレたらポソレロのとこに送られる。襲ってる村のリストをこっちに渡せ、早く。わかった、言う通りにするよ。でも俺が渡したことは言わないでくれよな。ボーマン、リードについてあんたが言ってたことは正しかった。奴はスエーニョに隠れて人身売買をやってる。よくやったわ。これでリードをあぶり出せるかも。奴を追ってどこに行き着くか見てみましょう。コカインの密輸ネットワークは調べない手はない。リードは両方の中心人物よ。一石二鳥が狙える。コピー、ノマドアウト。コアニの陸路で密輸の中心となっている倉庫の情報が入った。倉庫に侵入してスケジュールと密輸ルートの資料を盗んできて。
敵がいる。ここには警報がある。警報を止めた。しばらくは援軍が飛び込んでくることはないだろう。ドローン飛行中。発電機を発見。奴らの明かりを消さないか。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。シカリオがミニガンを構えてる。コンテナの近くだ。この地域での運送スケジュールとルートだ。これを探してたんだ。必要な写真は撮った。撤収だ。バイクに乗る。行け。後ろからついていく。クリアだ。警報は鳴ってない。今ボーマンに情報を転送してる。これでコアニの物流網は大体分かるはずだ。おい、集合しろ。コピー。ユニダットのヘリが来る。身をかがめろ。気をつけろ。ユニダットの巡回兵が近づいてる。こちらボーマン、新しい任務よ。なんだ。トラック倉庫で見つけてくれた情報はまさに宝の山だった。輸送スケジュール、輸送ルート、何もかも分かった。スケジュールによると今まさに出発しようとしてる車がある。大物よ。4トン以上もトラックに積まれてる。位置情報送るわ。片付けて。了解。すぐ取り掛かる。ブラジルに向けたコカインの大規模輸送が行われるそうよ。トラックが国境までたどり着かないようにして。反乱軍にエリアの偵察を要請した。車を見つけた。武器の使用を許可する。派手にやるぞ。待て、奴らに見つかるぞ。撃て。コピー。くそ、降戦する。あいつは終わりだ。護衛車両は片付いた。それを破壊した。破壊しないようにな。護衛車両を破壊した。クリア。車両を破壊した。
カルテルの収益に大打撃を与えたな。カルテルに協力している航空管制官に関する情報がある。奴を捕まえてリードのやっていることについて聞き出して。ヘリが巡回してる。気をつけろ。カルテルのメンバーが一人いる。いた。検問所のところだ。また敵だ。了解。移動する。ターゲットを発見した。ターゲットを逃がした。了解。ターゲットを捕捉。敵を倒した。スナイパーを発見した。下がれ、バレちまうぞ。Espabilen, raza. Aquí hay alguien. Pues no es nada, carnal. Oye, Carter no hay taiga dos いる. Arate no teki da. アンラン軍にエリアの偵察を要請した。配置につく。狙いやすい位置に移動する。ターゲットを確認した。ターゲットを発見した。一人片付けたぞ。よし、大丈夫だ。あそこにスナイパーがいる。カルテルのメンバーだ。検問所のところだ。
新たな敵を発見。カルテルのメンバーが一人いる。二人目のターゲットの近くだ。気をつけろ、タレットだ。奴ら防空システムを持ってるのか。あいつで3人だ。配置につくぞ。ターゲットを捕捉。3人目の敵だ。攻撃開始。やった、クリア。みんな大丈夫か。また敵だ。爆薬セット完了。よし、終わったな。3人目がいた。気をつけろ、敵がいるぞ。爆破準備完了。3人目の敵を確認。配置につく。防空システムを発見した。ターゲットを確認。待機する。やったぞ、奴を倒した。あいつで3人だ。警報を発見。移動する。ターゲットを確認。悪党が一人減った。新たな敵を発見。気をつけろ、タレットだ。敵が近くにいる、注意しろ。おい、カルテルのメンバーだ。場所を教えてくれ。いた、検問所のところだ。機銃を確認。3人目の敵だ。了解、配置に位置を変えた方がいい。分かった、4人目のターゲット。位置に了解。ターゲットを確認した。ターゲットを確認した。合図をくれ。敵を排除した。問題ない、大丈夫だ。サブマシンガンを持ったシカリオがいる。見えない。燃料タンクの付近だ。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。危なかった。カルテルの副官がいる。本部だ、中にいる。
しばらく援軍は来ないだろう。警報を破壊した。気をつけろ、サブマシンガンを持ったシカリオだ。ユニタットのヘリだ、身をかがめろ。よし、大丈夫だ。あいつで3人だ。3人目の敵を確認。3人目がいた。3人目の敵だ。配置に着くぞ。おい、ターゲットユニタットの部隊だ。待機する。ターゲットはいない。繰り返す、ターゲットなし。協力してくれれば悪いようにはしない。航空管制官を確認。行くぞ。頼むよ。何が目的だ。サンタブランカかユニだったか、何が欲しいんだ。リードと仕事をしてるな。手荒なのが嫌なら正直に話すんだ。分かった分かった、話すよ。奴の動きを知りたい。頻繁に行くのはメディアルナだな。ここからちょうど真東だ。茂みの中の飛行場によく運んでる。リードがバイヤーに会うときは俺がネットワークでメディアルナのバイヤーにコードを送る。飛行場で直接会って取引するんだ。コードを教えろ。送るのに使う PC も見せるんだ。分かった分かった、ここにある。航空管制官を確認。行くぞ。おい、サンタブランカのメダルを見つけた。いい土産になるぞ。
al derribo de aquí, pero juro que quede con la cabeza bien alta.気をつけろ、敵がいるぞ。おい、カルテルのメンバーがいるぞ。どこだ？拠点の入り口付近だ。コードは送った。飛行場に向かおう。なあ、メディアルナまで陸路で行くのか？いや、一機ぐらいなら燃料が入ってる飛行機があるはずだ。明暗だな。攻撃されないし、バイヤーに手取られることもない。最近飛行審査を受けたやつもう大丈夫なはずだ。ユニタットのヘリだ。よかがめろ。操縦する。着テープが積まれてるか確認しておくべきだったな。今にも翼がもげそうだ。もっと新しいのにするべきだったな。ボロボロの飛行機で数百万ドル分ものコカインを運ぶとはな。いや、ゴミみたいな飛行機を使うリードのやり方は賢い。安く代わりを手配できるし、見た目が他のと変わらないから気づかれにくい。
ン飛行中。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。バイヤーを確認。誤射に注意しろ。ターゲットを殺すなよ。移動する。狙いやすい位置に移動する。くそ、いい位置を探さないと。ターゲットを確認した。ターゲット確認。狙いやすい位置につかせてくれ。戦闘準備完了。光線開始。クソ、完全に気づかれた。準備はいいか。了解。待て。やつらの幹部が逃げるぞ。動くな。そう、バイヤーが逃げる。暴力はやめてくれ。私はただのビジネスマンだ。ボストンリードはどこにいる？全部仲介人を通すから居場所は知らないんだ。注文すると届けてくれる。何の注文だ？人だよ、人。男とか女とか。買われた人たちはどうなる？女は性処理を、男は労働力だ。臓器だけって場合もある。若い腎臓とか高く売れるからな。支払いはいつも現金か？大抵はな、スーツケースで。大抵？前回は急な注文で現金が足りなかった。だから残りはリードの口座に送金することになった。やつは切れてたけど、そうするしかなかった。銀行名と口座番号を教えろ。ああ、分かった。でもこれで終わりなんだよな。見逃してくれるんだよな。クソ、バイヤーが逃げる。追うぞ。パズルのピースが繋がってきたな。モーマンに銀行口座の情報を送る。リードたちが標的にしている村のリストと照合すれば手がかりが得られるはずだ。ゲレーロ兄弟を見つけて、ボストンリードについて知っていることをすべて話させて。ドローン準備完了。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。新手の敵だ。反乱軍にエリアの偵察をする。カルロスを見つけた。あいつか。あれならうちの娘でも余裕で勝てそうだな。不意をつこう。兄弟の元に案内してくれるまで待てばいい。しっかり捕まってろ。
よし、行くぞ。あれがヘルナンドか。多分な。あんな奴らが埋葬や？住民はあんなのを恐れてるのか？どうする？ヘルナンドを捕まえてリードの居場所を吐かせる。カルロスは？どうでもいい。もはや障害でしかない。欲しいのはヘルナンドだ。コピー。またいた。あいつで5人だ。敵をマーク。よう、スケベ。前に話した件考えてくれたか？おい、なんでだよ。だだっ広い。何もない場所にあいつらと母親だけしかいないんだぞ。なんでだろ。あーで飲み物に薬を入れるのとはわけが違うんだぞ。泣き叫んで母親が起きてきたらどうするんだ。そんなの簡単だ。母親を始末すりゃいい。俺たちは埋葬屋だぞ。それらしくしろよ。本当か？本当に負担を？間違いないんだろうな。間違いない。この目で見たからな。うり二つってやつだ。それにいい具合に育ってる。本当だ。さらって静かな場所に連れて行って、リードから指示があるまでゆっくり楽しむんだ。楽しんだと他の連中と一緒に国境の向こうへ送ればいい。どうだ、完璧な計画だろ。配置につく。ヘリが近づいてる。配置につかせてくれ。ターゲットを捕捉。了解。ターゲット、奴は死んだ。危なかったな。配置に着くぞ。ターゲットを確認した。排除した。ユニダットのヘリだ。身をかがめろ。配置につく。ターゲットを捕捉。ターゲットロスト。配置につく。ターゲット確認。狙えない。ターゲットを確認。待機する。やった。気をつけろ。フラッシュバーを投げる。やつら怒らせちまったみたいだ。いいから、やつのことは構わんな。やめてくれ。やつらの幹部が逃げるぞ。攻撃を開始する。
OK? No problem, compa! Tango down! なんだ誰だお前リードはどこだ誰だ何の話かわかんねえよく聞けヘルナンドリードの居場所を吐かないつもりならスエーニョに人身売買の全ての情報を流すぞリードの居場所なんて知るか奴は荷物を届ける時と緊急事態でもない限り出てこない今こそ緊急事態じゃないのかどうなんだ特殊なコードがあるそれを飛行場でノートパソコンに入力する合図を確認したらリードが出てくるってはずだコードと飛行場の場所を教えるんだボーマンゲレーロ兄弟を捕まえた手こずったどうだと思う何か分かった近くの飛行場にリードを呼ぶコードを手に入れた奴が来るのを待ち伏せする素晴らしいわね頼んだわよリードを誘い出すために必要な場所とコードは分かった罠を仕掛けて始末してやりましょうドローン飛行中ターゲット発見新手の敵だ了解狙いやすい位置に移動する待て狙いやすい位置につかせてくれターゲット確認ターゲットを捕捉戦闘準備完了悪党が一人減ったあいつで5人だあいつで5人だ敵をマークに着くぞ狙いやすい位置を探すターゲットを確認待機する了解ターゲットを確認したタンゴダウン位置に移動コピー移動する了解ターゲットを発見した戦闘準備完了やつはおしまいだ大丈夫だアンラン軍にエリアの偵察をするよう頼む気をつけろ敵がいるぞアンセス精進射撃を要請する護衛車両を破壊ヘリを破壊したタンゴダウン
ゴーマンに知らせる。ゴーマン、ボストンリードを排除した。ありがとう。でも人身売買には気づくべきだった。以前から問題になっていたのよ。サンタブランカの誰かが手をつけるに決まってるわよね。しくじったわ。ボストンリードを止めて民間人を助けたんだ。いい日だろう。他の日に比べればね。ボーマンアウト。残念だがターゲットがいないようだ。ニディアは解決策を思いついた。輸送車を。メキシコの出資者は金を求めている。これまでは人目を忍んで届けようとしてきた。こそこそしなくても強行突破すればいいじゃない。装甲車に重火器、複数のトラックに偵察用のヘリを使うの。それで170億ドル運ぶのよ。本気で言ってるのか。あの金を失えば一巻の終わりだ。俺たちが死んだらバレリアはどうなる。他に方法はないわ。ダメだ、それはできない。ねえボキータ、いい？私は聞いてるんじゃない、決めたので。その車列は誰が指揮するんだ。あなた以外に任せられる人はいない。生きて帰れなければ。私が絶対にそうさせない。